こんにちは、アツです。早速なんですけども、皆さん英語コーチングスクールって聞いたことありますか？最近ね、よく聞く言葉だと思うんですけれども、そもそもコーチングスクールって何とか、コーチングスクールって何してくれるのっていうふうにこう疑問に思ってる方も多いと思うんですよね。で、そこで今回は私が実際に英語コーチングスクールに潜入して体験して、その実態を皆さんにお伝えしたいなというふうに思っております。で、今回潜入させていただく英語コーチングスクールはプログリッドっていう本田圭佑さんが広告塔になっている今話題の英語コーチングスクールなんですけれども、こちらに実際に潜入して実態調査をしてこようと思います。それでは行ってきます。はい、ということで今回はプログリッドの校舎にやってきました。これから潜入してこようと思います。まあ、いきなり潜入してすごい申し訳ないんですけど、なんかその英語コーチングスクールってなんかこう結構いろいろ最近聞くようになって、でもどんな存在なのかすごい謎だったんですけど、そもそもその英語のこのコーチングスクール、プログリッドをはじめとしてどういうものなのか。そうですよね、英語コーチングスクールは私たちはいわゆる一般的な英会話スクールのように英語を教えるのではなく、生徒様の実習をサポートすることによって英語力を上げるといったサービスを提供しています。学習方法とかって教えてくれるんですか？例えばその聞き取りができないとか、そういったことに対してこういった学習方法を日々実行する方がいいよみたいなことって教えてくれるんですか？はい、もちろんお教えいたします。応用言語学に基づいた科学的なアプローチを生徒様にご提示いたします。じゃあちょっと私も英語力もっと上げたいんですけど、はい、ガイドしていただいてもいいですか？もちろんです。では早速テストをやっていただこうと思います。テスト、はい、ではこちらです。テスト、ディクテーション。結果に基づいて学習計画を制作したんですが、まずはこちらをご覧ください。こちらが英会話の5ステップというものです。英会話はリスニングとスピーキングに論理的に分解できます。リスニングは音声知覚と意味理解から成り立ちます。音声知覚は単語の音を知覚すること、意味理解は文の意味を理解することです。スピーキングは概念化、文章化、音声化から成り立ちます。概念化は頭の中で何を言うか考えること、文章化はそれを英語の文章に変換すること、音声化はそれを口から発音させることを指します。それぞれ知識データベースに適宜アクセスをしています。ってことは、一言で言えばこれ熱い英語と言っていることほぼ一緒っていうような感じがしますね。なんかすごい納得感が個人的にはありました。はい、テスト結果に基づいてアツさん専用の学習スケジュールを作成いたしました。まず音声知覚の自動化を鍛えるためにシャドーイングをやっていただきます。シャドーイングとは、ご存知か。じゃあアツさん明日頑張ってください。学習報告お待ちしております。はい、ということで昨日はいろいろとテストを受けたりとか自分の問題点などを洗い出してもらいました。で、その結果作成していただいた学習プランはこんな感じです。はい、基本的にはね、シャドーイング、オンライン英会話、この2つを、今回体験ということで行うということになっているんですけれども、この学習プランを実践する上での指針となる、詳細な学習プランというものもいただいています。それがこんな感じです。はい、で例えばシャドーイングだと、具体的にこうやって5つのステップが書いていて、オンライン英会話だとこれは会話中に意識すべきことっていうのがですね、結構具体的に書かれています。何をすべきかっていうのをこうやって明確化してくれるっていうのはすごいやってる側もやりやすいんじゃないかなっていうふうに思いました。シャドーウィングはこれ専用のアプリがプログリッドさんが用意しているので、これを使用してやっていこうと思います。で、シャドーウィングやる前はですね、これコンサルタントの方に LINE でやりますっていうふうに連絡しないといけないので、これ今ちょっと連絡してそれからやっていこうと思います。はい、じゃあ連絡しました。で、一応速度を選ぶことになっていて、WPMっていうのを選択するんですけど、それは190、これは、あれですね、words per minute っていうことですね。なので190 words per minute、1分につき195、流れるような速さってこと、一応この中であるやつが一番速いんですけど、これをやってくれっていうふうに言われていますので、これをやっていこうと思います。で、今回はこれ学習計画によると、これを何回か聞いて、それから何回か口慣らしをしてから30回これシャドーイングやらないといけないみたいなんですけど、30回というか結構これ1分ぐらいあるんで、
なんでも結構ね、シャドーイングも疲れるぐらいやんないといけないんですけど、まあ、音声はこんな感じです。When people find out I write about time management, they assume two things. だからこれをシャドーイングしていくっていう感じですね。When people find out I write about time management, they assume two things. When people find out I write about time management. はい、ということで29回やりました。で、次30回目なんですけれども、もうめっちゃちょっと疲れてるんだけれども、この30回目はですね、これ録音して送ることになっています。で、送るとこう添削が返ってくるみたいなんで、で、その送る機能がですね、まあ、アプリ内に、入っているので、録音機能ですねが入っているので、それを使ってちょっと録音していきます。To make right hand turns. 録音済みファイルを追加しましたって出たので、これで録音完了です。はい、ということで、1分のシャドーイングをですね、30回今やってみたわけなんですけれども、まあめちゃくちゃ疲れました。本当にこれはもう本当冗談だけど、めちゃくちゃ疲れて今ちょっと喉ヒリヒリしてる感じなんですけど、これやってみて思うのは、なんかこう楽して英語聞き取れるようになりますよとか、こう話せるようになりますよみたいなのじゃなくて、こうやって実際にちゃんとやって伸ばしていくっていうスタンスみたいなので、なんかそういうのはすごいいいなっていうふうに思いました。なんか私もやっぱりやらないと結果出ないっていうふうにもちろん思ってるので、そういったところではこう甘い言葉をかけて、なんかちょっとできたような気にさせてみたいなのとはこう違うっていうのがですね、まあ、好印象だったなっていうふうに思います。で、さっきね、録音した、音声30回目のやつは、これコンサルタントの方に、LINE で、送ってるんですけれども、で、この送った録音データですね、これを分析して、その問題点とかその解決策とか、で、そういうのを、提示してくれるように、なっています。で、まあ、ここでちょっとまた私がですね、ちょっと意地悪なことをしてしまいました、っていうのは、何かっていうと、最後に送ったシャドーイングだけわざと意図的にいくつかちょっとミスしてみたんですね。3つミスしました。1個目は、まあ、これ気づいてほしいんだけど、本当に気づいてくれるかなっていうことで、things の th を sings にしました。まず s にしました。th を sings にしました。ね、歌ってどうすんだよっていうね、まあ、そういうツッコミを期待したいなっていうふうに思って送ったんですけれども、これが1つ目ですね。th を s にしたっていうのと、あと2つ目は、moment を moment ってすごい結構強調して伸ばしました。 moment ってこう長母音っていうのかな、 moment じゃなくて moment っていう風に言いました。で、3つ目は together の の音を together っていう風に言いました。 together together って Z で読みました。まあ、なんかね、ちょっと申し訳ないんですけれども、まあそういうところもね、こうしっかり見てくれるのかなっていうのも、なんとなく個人的にはちょっと気になったので、そうやってわざとちょっとトラップを仕掛けて録音した音声は送ってあります。で、次なんですけれども、これはオンライン英会話ですね。これさっきお見せした詳細プランなんですけれども、はい、まあトピック選ぶっていうふうにね、一番上に書いていますね。で、私もいつも動画でちゃんとオンライン会話をやるときっていうのは、こうテーマとかトピックっていうのを選んでやることがすごい重要だっていうふうに言っていて、じゃないとね、もう流されてしまうので、なのでこのあたりこう念押ししてくれるっていうのは、学習者にとってやりやすいのかななんて思いました。で、実際生徒の方っていうのはこう具体的に何について話していいよみたいな、そういったトピック自体もですね、結構詳しくガイドしてくれるみたいです。はい、ということで早速私もオンライン会話をこれからやっていこうと思います。Hey, how's it going? I'm very good, very good. How are you? Do you do that deliberately? Or does it automatically happen? So there is no tea there anymore. はい、ということで、オンライン会話も終わりました。ね、この辺はまあ私も普段からオンライン会話ってめちゃくちゃ日常的にしてるので、すごいスムーズにやることができたかなっていうふうに思います。で、終わったらこれもまたですね、コンサルタントの人に連絡しないといけないみたいなので、ちょっと連絡しようと思います。あ、で、今オンライン英会話終わりましたっていうふうにちょっと送ったところなんですけれども、ちょっとリスニングのシャドーイングの添削が帰ってきていまして、で、まあ、さっきトラップとかもね仕掛けてるんで、その辺どういう風にチェックされてるのかなっていうのも気になるところで、生徒が罠を仕掛けるってすごい最悪なパターンなんですけれども、ちょっと、見てみようと思います。改善点 improvement points は、they assume two things。 あ、これがあれですよ、私が
めっちゃ歌歌うみたいな Two things って言ってそこまで言ってないけど Two things っていう風に言って、ここが S になってるっていうのと、あ、Moment もちゃんと上げてくれてますね。 Moment とあと Together の Z の音もちゃんと上げてくれてますね。うん、ちょっと安心ですねこれは。これこうレイズしてくれなかったらどうしようというふうに思ってたんですけど、はい。で、最後が And I question the entire premise。 エンドの発話抜け、あ、そうなんだ、なんか言い忘れてたものがあったらしいです。 And I question the entire premise of this piece っていうところがあったんですけど、そこのエンドちょっと言い忘れてたみたいです。はい、じゃあズーム面談ですねの様子も、こちら、撮ってありますのでご覧ください。アツさん、こんにちは、お疲れ様です。こんにちは、お疲れ様です。学習していて何か疑問点とかってございましたか？シャドーイングをやっているときに、その聞き取れてるかどうかというところにそのフォーカスを置くのか、聞き取れていることプラス意味が理解できていることのこの2つにフォーカスを置くのか、どっちが正しいスタンスなんでしょうか？あ、なるほど、それめちゃくちゃいい質問で、実際に受講生さんからもよくいただく質問なんですが、結論から言うと、今の段階では意味を考えていただく必要は全くありません。シャドーイングのトレーニングで実は2つ種類がありまして、1つ目が音声近くだけに集中するプロソディシャドーイング。で、2つ目が音声を近くしながら意味を理解するっていう、まあ、2つの合わせ技で、コンテンツシャドーイングって呼ばれるものがあるんですけど、最初はプロソディシャドーイングですね。で、慣れてきてだんだん余裕が出てきたら、この意味も考えるコンテンツシャドーイングをやっていただくっていう、このやり方になります。流れとしてはまず聞き取れるようになってから、それから意味が理解できるようになるかっていうフェーズに入りますよっていうことですよね。その通りです。うん、まあ、なんか熱い英語でも同じように、やっぱり聞き取りがないと意味取りのフェーズには入らないっていうことは熱い英語ですごい言ってるので、なんかそういったところは同じページにいるなっていうような感覚もありました。じゃあ今日は貴重な体験をさせていただきまして、どうもありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。はい、ということで自分で実際に潜入して体験してみたんですけれども、ここからですね、まあ、ちょっと自分の正直な感想を皆さんにお伝えできればなと思います。まず皆さん一番気になるのは、本当にこれで英語力が伸びるのかっていう話だと思うんですけれども、英語力は確実に伸びると思います。それは間違いないと思います。で、どうしてかっていうと、それは自分の問題点というのを識別して、やるべきことを明確化して、それを継続的に行うからという、まあ、すごいシンプルなことなんですけれども、まあ、本当にやるべきことをちゃんとずっと継続してやっている、まあ、だから伸びるというふうに私は感じました。で、やっているその学習方法とかもですね、まあ、熱英語と共感ポイントは結構あったので、そういった点では、まあ、自分の中でも結構納得感のある学習方法 でこれを継続してやるんだったら、あ、伸びるんだろうなっていうふうに個人的には感じました。で、次にこのコーチングサービスの最大のバリューって一体何なんだろうっていうふうに考えた時に、まあ、個人的には2つあるというふうに思いました。1つ目は、他者による学習進捗管理によって客観的に自分の学習における無駄を排除できると。で、2つ目はモチベーションですね、まあ、マンツーマンでサポートし続けてくれるので、まあ、下がったモチベーションを上げたりとか、でさらにまあ今の現状からよりね、上の方にこうやって高めてくれるとか、そういったモチベーションの部分、この2つがですね、まあ、最大のバリューかなっていうふうに感じました。で、ただですね、まあ、この動画だけでこのコーチングイコール自分の英語学習における問題の最適解っていうのは判断しにくいと思いますので、まあ、ちょっと興味があるな、でもちょっと分かんないなっていうような方は、無料のカウンセリングプログリッドやってるみたいなので、まあ、無料なんでね、そういうのに参加してみて、自分の問題点とか目標地点とか、そういった部分を明確化してた上で合理的な判断をすると、まあ、自分にとって一番いい選択ができるんじゃないかなというふうに感じています。はい、ということで今回は今話題の英語コーチングスクールプログリッドに潜入させていただきました。また次の動画で皆さんお会いしましょう。バイバイ。